いやはい、どうも、サイジマックスです。またね、ガチャを回してきました。海洋堂カプセル級ミュージアム、日本の動物コレクション第5弾、琵琶湖、母なる小太鼓、3回目。3回目 ?3 回目よね。3回目だと思います。なんかね、復活してたの。やっぱね、ガチャコーナー、常にチェックしておかないとダメですね。はい、じゃあ開けまーす。開けてみよう。何出るかな？よ。開けんの下手だな、俺。こんなに苦戦するか。もう切っちゃえ。何が出るかな。あ、これは魚だ。おっと、ダブルチャンス。今天使が2倍入ってます。超大型太陽の塔フィギュアが抽選で3名様に当たる。3名様って結構厳しいですね。フィギュアの缶詰も欲しいです。天使1回だけ入ってたことがあるんですけどね。2014年5月20日当日決心有効。終わっとるやないかい。終わってました。一文字タナゴですね。細かいです。パーツが細かい。わー、透明の半透明のパーツで綺麗ですね。入ったな。あ、入ったあれ、なんかおかしい。この台座のこれ違うんじゃねえかな。台座に取り付けることができません。違うパーツが入っているのかもしれませんね、これね。これだと台座につかないんだよな。魚の出来はいいのに、これはちょっと無理だな。理想はこの辺なんですけどね。これだとね、この棒じゃつかないんですよ。多分違うパーツがこれ入ってるな。また電話しようか。でも今日はもう夜遅いから電話できません。メスは長い産卵管を持ち、ドブ貝など淡水二枚貝の体内に卵を産みつける。だから産卵をする時の管なんですね。で、これ貝なんだ。この台座が貝のところにこうブヒッ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 ってこう一瞬ビューってやっちゃうよっていうのを、再現してると。海洋堂カプセル級ミュージアム、日本の動物コレクション、琵琶湖、母なる小太鼓、一文字タナゴが出ました。これメスです。台座に置けないのは残念だな。ディスプレイ見たかったな、これな。